先日台風16号のうねりを求めてサーフィンに行ってきました。3セッションできたんですけど、一つ目のポイントは勝浦のローカルポイントでもある場所でやらせてもらって、まあ、波がね思った以上に大きくなかったんで、結構ビジターの方もサーフィンされてて、すごい人が多かったのであまり乗れなかったんですけど、1、2本、2、3本、まあ、乗って久しぶりにポイントブレイクでサーフィンできて気持ちよかったです。で、2つ目のポイントは切れ目っていうポイントなんですけど、まあ、自分のホームで、すごい波が大きくて、切れ目の右側にタイトっていう、まあ、普段初心者とかロングボーダーの方々がサーフィンする場所であるんですけど、そこがもう炸裂してて、で、左側の切れ目っていうところはもう大きいクローズアウトな波がバンバン来てて、誰も入ってなかった状況だったんですけど、プロとか、まあ、ローカルのサーファーとかはですね、クローズアウトがたくさんある中に中部の波が来るんじゃないかっていうのを狙って入るんですね。で、僕は一番乗りでそこのポイントでチューブを狙って入ったんですけど、まあまあすごい流れも強くて、綺麗な形の波も少なくて、本当に、まあ、自分が望んでたようなバレルの波はゲットできなかったんですけど、すごいいい写真を撮ってもらいました。神尾光輝さんといって、もう日本で一番すごい水中カメラマンの方がいるんですけど、その方がたまたま入ってきてくれて、で、まあ、自分がなかなか乗れない中でその日一番チューブ被った波を撮ってくださって、実際動画にしたらあんまり入ってないんですけど、写真にしたらすごくて、これこそ横の画角の写真マジックみたいな感じで、すごいいい写真を撮ってくれました。で、次の日は台風のうねりが
結構遠ざかった後だったんですけど、レジェンドプロの牛越さんにお誘いいただいて、あの朝一やろうよってことで、ドローンカメラマンのプロの方が初めて撮影してくださるということで、なんかすごい上手に撮ってくださって、チューブの映像として残せたのですごい嬉しかったですね。今回の台風16号で自分の持ってたような波は一本もメイクできなかったんですけど、いい写真といい映像を撮ってもらって、本当にそれが一番嬉しかったですね。なんだかんだこう波を求めてウェブハンティングして、でそこで自分の思うような波キャッチできなかったとしても、カメラマンさんがいい絵を撮ってくれたりだとか、そういう後からなんかラッキーなことが起きたりもするんで、やっぱり一生懸命やっぱサーファーらしくウェーブハントするっていうのは重要なことかなと思いましたね。これからもいい波を追い求めていきたいと思いますし、サーファーの皆さん、次のスウェルを待ちましょう。はい、またいい波は来ますようにってことで、今回は僕の台風16号の動画のまとめでした。ありがとうございました。